はいどうも皆さんこんにちは、生物観察の鬼です。去年の夏休みにものすごく数多くの方々からカブトムシの撮り方を教えてくださいっていうリクエストがありまして、まあそれでね、カブトムシの撮り方動画出しましたよね。そんで大量にカブトムシを撮りまして、その中の一部をこのケースで飼育してたんですけれども、最後の生存者が死んでしまってからもう何ヶ月だ、3ヶ月、4ヶ月、ずーっと放置してたんですけど、今日久しぶりに見たらね、なんかちょっと土の様子がおかしいんですよね。ちょっと蓋取ってみようか。これがカブトムシ飼育ケースですね。なんか土にね、やたらとなんかつぶつぶしたものが落ちてるんですね、これ。なんだこれ。なんかやたらこんな土じゃなかったんですよ。元々こんな感じだったんですけど、こんな感じをね、なんか木くずみたいな土を入れてたんですけれども、なんかね、こんなつぶつぶが、いっぱい落ちてるんですね。これが止まり木だったんですけど、なんか止まり木がめっちゃボロボロになってますね。こんなボロボロじゃなかったと思うんですけどね、止まり木もボロボロにされちゃってて、なんか様子おかしいんですよね。死骸とかも片付けながら、ゼリーの殻とかも片付けながら、ちょっと殻食ってみましょうか。あ、もうゼリーの殻とか埋もれとるな。これ死骸ですね。最後の生存者たちの死骸がね、もうバラバラになってます。昆虫ゼリーも、ね、埋もれちゃってますね。一体何なんだこのつぶつぶはよ。基本的にね、カブトムシを飼ってた土というのは野外に捨てない方がいいですね。この土の中にはね、いろんな微生物とかダニとか雑菌とかがいるんですよ。それがこの辺のものじゃない可能性があるんですね。捨てる地域のものとはね、全然違うものがいる可能性があるんで、そうなるとね、小さな外来生物をいっぱい野に放ってしまうことになりますよね。なので基本的には私はね、土はもう、あっ、うわっ、なんか出てきた。なんだこれ、なんか白いまんじゅうみたいなものが出てきたぞ。なんだこれ、なんだこりゃ、なんだこりゃ、なんかまんじゅうみたいなものが出てきたぞ。なにこれ、でっかいまんじゅうみたいな、なにこれ、和紙あるし、なにこれ。はい、これはカブトムシの幼虫ですね。皆さんわかりますよね、さすがにわかりましたよね。カブトムシの幼虫です。ほら、もうブリンブリンになってます。もう秋麗幼虫ですね。これ、もうちょっと大きくなったらもうさなぎになりますね。下手したら春先に成虫になって出てくるんじゃねえか。そんなレベルですね。もうブリンブリンになってます。ぼってぼて。で、お尻のところがなんか黒っぽいじゃないですか。ここにうんちが大量に詰まってるんですね。うんちが。大量のうんちが詰まってぼてぼてになったカブトムシの幼虫ですね。ああ、この大顎がね、なかなかやばいんですよ、これ。危ない、危ない、危ない。あ、これおそらく、この、カブトムシの幼虫が噛み砕いて食べたんだな。土がね、少ないものですから、食べ物がね、ちょっと足りなかったと。お腹空いてて食べるものがもうあんまりなかった。それでね、もうこの朽ち木もね、かじって食べるしかなかったと。そういう感じなのかな。いや、ごめんね。これ、飼ってたカブトムシたちが卵を産んだんですね。それが孵化して、でこの腐葉土を食べて育って、こんなに大きくなったんですね。すっかりね、卵とか幼虫の存在で、ね、私忘れてたんですよね。本当に申し訳ない、ね。本当ごめんね。君の存在忘れとったわ。認識してなかった。ごめんね。ちょっとこれここに避けとこう。まだおるかもしれんな。あ、って思ったら一匹気づいてなかったけど掘り出されとったわ。この子はちっちゃいですね。ちょっと土が少ないんでね、あんまり大きくなれなかったのかもしれませんね。ね、すっかりあ、おった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 、こっちの方に固まっとんのか。うわ、やば、こいつめちゃくちゃでかいじゃん。こいつが一番でかいんじゃないか、今までで。クソバカでかい幼虫発見しました。これカブトムシの幼虫ですね。こんなボッテボテになってますね。もうこれサナギになるかもしれんぞ、この大きさ。やべえぞ、い他におらんかいな、他に。これカブト、あー、おったおったおった、なんかこっちの方に寄っとるだ。こっちの方に、さっきまでずっとこっちの方から食ってたんですけど、なんもいねえなって思ったらこっち側にね、こっち側、皆さんから見てね、右側に偏ってたんですね。あれ、プリップリですよ。プリップリのカブトムシの幼虫。まだおらんかや。もうおらんか。もうおらんかや。もういないのか。共食いとかしたかな。共食いをしたのか。それとも、なんか卵がね、ずっと何もケアしてないんでね。卵の孵化率が悪かったとか、あるいはね、餌が少なすぎて途中でね、死んでしまったのかもしれませんね、幼虫が。わあ、カブトムシのメスの死骸が結構綺麗な状態で残ってますね。でもカピカピに干からびてて、非常に軽いです。うわあ、マジか。ってことは、このコロコロ、これね、これうんちですわ。これカブトムシの幼虫のうんちです。すいません、最初から分かってましたけどね、このうんちがいっぱいコロコロしてるんで、あ、
これ絶対幼虫いるなって思って、それでね急遽からくったんですよね。こいつらだけかな、4匹だけかな、まあいないかな、もう生存者いない感じですか。血は乾燥気味ですけども、完全にカラカラというほどではありませんね。ゴキブリ飼うために部屋の湿度上げてたんで、それでねあんまり乾燥しなかったのかもしれませんね。あとまあ土が深かったというのもありますね。幼虫ちゃんたちちょっと動きましたね。ブリッブリ。この子はちょっと痩せ気味ですね。この子ちょっと栄養足りてませんね。こいつらブリブリだな。こいつらが栄養持ってくんだな。これもうだいぶ土がうんちになってきてるんで、これ土足してあげましょう。まだでもうんちになってない土も結構残ってるんで、この土はねまだ捨てずに、この上から新しい土を足してあげましょう。その前に霧吹きでちょっと湿気を差しておこうね。水分大事ですからね。乾燥が一番ダメですから。カブトムシの幼虫は。すごいね、これ。絶対、これカブトムシの幼虫がかじったんじゃん、この。こんなんじゃなかったもん。丸太やったもん。最初入れた時。こんなんじゃなかった。これ全部、全部、こいつらがかじったってことやよな。やべえな、カブトムシ。カブトムシの幼虫に噛まれたらどうなるんやろ。どんだけやばいんやろ。噛まん。こいつ噛みそうやろ。ほら、噛め。噛まへんで。あ、でもね、この大顎で多分この砕いたんですよ。こうガバッとね、ガリッと。本気でやられたらめちゃくちゃ痛いんだと思います。カブトムシマット。これですよ。この飼育ケースに敷いてるのはね、これまだ余ってるんで、足してあげよう。残り全部入れちゃおうかな。そんなに量ないもんね、もう。凍ってこないかんな。なんか凍ってこないかんわ。もしかしたらね、この量じゃ足らないかもしれないんでね。あー、ちょっとこのマットも乾き気味だな。ちょっと乾燥気味ですね。開封してずっと掘ってたんでね、水分がちょっと抜け気味ですね。乾燥気味ですね。口封しとかないかんだな、やっぱ。あんまり量がなかった。やっぱ買ってこないかんね、カブトムシマット。今度買ってきて足します。多分まだ足りないと思うんでね。幼虫めっちゃ食いますから。カブトムシはね、成虫も幼虫もめっちゃ食べるんですよね。もりもり食べますから、マットをね今度買ってきてあげよう。本当はねもっと深い容器に入れてあげた方がいいと思うんですけどね。まあ、で4匹だったらこの広さでいいでしょ、密度的に。よしよし、はい、ポーン。自力で潜っておき。ほんと大きいな、こいつ。どんだけでかいカブトになるんだろうな。楽しみですね、これ。ブリになるんちゃうの。お、土を掘り始めましたね。潜ろうとしてます、この子も。大顎を使って土を掘ろうとしてますね。ほら、大顎を使って土を掘っていってます。こっちの子はもう頭が埋まってますね。よしよし、頑張れ頑張れ。しかしこいつ本当にパンパンやな。なんかまんじゅうみたい。うわうわ、意外と潜るの早いね。ほら、こいつももう足が最後の一本出てるだけですね。このでかいやつやべえな。どんどん潜っていくね。もうケツだけですよ、出てるの。無理無理潜っていきます。この子はちょっとな、潜れるのかな。ちょっとパワーが足りないんで時間かかるかもしれません。こいつだけ埋めといてあるか。ちっちゃいんでね、パワーがなさそうなんで埋めといてあげましょう、この子だけは。わー、ほら、ぐいぐい潜ってきますね。ぐいぐい潜っていく。すごいすごい。しかし、プリップリのお尻ですね。なんか、うまそうな感じがするんですけど、カブトムシの幼虫ってクソまずいらしいんでね、さすがにちょっと食べるのは嫌だな。この子も潜っていってます。ぐいぐい潜っていくね、カブトムシ。すごいパワーですからね、カブトの幼虫も。どんどん潜っていきます。どんどん潜っていっとる。一番でかいやつなんて、ケツの先だけ見えてるだけですよ。もう完全に見えなくなりますね、もうちょっとで。わあ、もうあんなに深くまで潜っていった。すごいパワーだ。あー、もうすぐ見えんくなるな。おお、こっちの子もすごい、もうケツの先だけになった。こっちの子もほぼ完全に潜りましたね。早いね、みんな潜るの。あ、一番大きい子も完全見えなくなっちゃいました。あとこの子ももうすぐ完全に見えなくなりますね。今かろうじておケツの素肌が見えてますけども、あー、完全に見えなくなりました。この子ももうすぐ完全に見えなくなります。あー、見えなくなった。完全に潜りましたね。しっかり食べて大きくなるんだよ。この子たちは成虫まで育てます。今年の夏、もしかしたらね4月5月に出てくるかもしれませんけれども、今年の夏にねブリンブリンの成虫に育て上げますんでね、50センチぐらいにする。楽しみにしといてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。